呉市は、広島県の南西部に位置する市、瀬戸内海に面しており、中核市に指定されている。地形的に天然の良好と言われ、古くは、村上水軍の一派が根城にしており、明治時代以降は、帝国海軍、海上自衛隊の拠点となっている。第二次世界大戦中は、帝国海軍の拠点でもあった。2005年3月20日に、周辺の秋郡温度庁、 倉橋町、鎌狩町、豊田郡安浦町、豊浜町、豊浜町を編入した。これによって、倉市は、本州にある地域と下鎌狩島、情け島に加え、南の倉橋島、上鎌狩島、都島、大崎下島を加えて、人口25万人規模の市となった。2016年の中核市指定と同時に、保健所精霊市に指定された。造船、 鉄鋼、パルプ、機械、金属などを中心とした臨海工業都市として発展している。また、大和ミュージアム、鉄の鯨館など海軍、海上自衛隊に関する博物館がある。京都府舞鶴市と共に同時に、自分の町が大日本帝国海軍由来の肉じゃが文化がある、肉じゃが発祥の町を名乗っている。市内新潟地区のヤスリの生産量は、日本一。 呉れ基地の夜景明治時代には、第二海軍クチンジュフが開庁された。戦前は、呉海軍交渉において、世界最大の戦艦でもある大和などが建造され、東洋一の軍港、日本一の交渉として知られていた。呉海軍交渉は、造船技術の卓越は言うまでもなく、早くから出雲安木の和光に着目し、特殊港として応用するなどの先端的な、 軍需鉄鋼研究の拠点でもあった。このため、太平洋戦争末期には、クレ軍港空襲において、米軍の空襲を受け、大きな損害を受けている。鉄鋼関係の技術は、JFE や日清製鋼などの大手鉄鋼メーカーに引き継がれ、クレ海軍交渉は IHI に引き継がれ、ジャパンマリニュナイテッド、クレ工場として現役、また、軍事拠点の流れとしては、護衛艦隊。 潜水艦隊や練習艦などが所属する海上自衛隊クレ基地があり、その敷地内には海上自衛隊クレ地方総幹部が設置されている。クレで勤務している海上自衛隊員は総員6600名に達する。旧海軍クレチン庁舎はクレ地方総幹部第一庁舎として使用され、日曜日には一般公開されている。 クレチンにより建設されたインフラが現役で利用されており、例えば、本庄ダム、二級ダム、宮原浄水場は、軍用水道施設として建設されたものを、クレ氏が引き継いでいる。また、ヤマトミュージアムや、鉄のクジラ館に代表されるように、2010年代現在、これらの防衛、軍事関連施設は、観光資源ともなっている。2016年には、チンジュフ横須賀、 クレサれ、ボマイ舞鶴日本近代化の躍動を体感できる街、として、日本遺産に認定された。はが、峰から見たクレシ中心部クレシ中心部周辺の、空中写真。2009年4月29日撮影の15枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 広島県の南西部に位置する。温暖な瀬戸内海式気候であり、夏は暑さが厳しく、冬は広島市と比べて雪が少なく積雪することは珍しい。呉市は地域を18の地区に分けている。市政後に編入された地域は、編入前の拡張村が地区となっており、旧町村名から町または村を除いた地区名になっている。 いくつかの説がある。1924年都市計画図1945年、戦災外境づくれ日日新聞社から寄贈され、1928年に指定されたクレシカがある。歴代市長クレシカイ歴史科学館クレシ、中央図書館連画通り、クレ駅前に市内唯一の百貨店祖合クレ店があったが、2013年1月に閉店した。 1949年まで、呉新聞が存在した。月刊暮れ版1987年総刊戦後は、旧軍講使転換法により、呉海軍交渉跡を中心とした造船、機械、鉄鋼、金属などの製造業が発達した。当時の地域における過去及び現在の呉市の人口、広島県に対する人口比は次の通りである。なお、 呉市は2003年から2005年の間に、下鎌狩町、川尻町、温度町、倉橋町、鎌狩町、安浦町、豊浜町、豊,浜町,豊町を編入した。1909年から1967年まで、路面電車の呉市連もあった。かつては、呉市交通局が市内を運行していたが、2012年4月1日に廃止され、路線は、 広電バスに譲渡された。河野倉橋と、飛び島街道野球バスケットボール競馬その他、スポーツメロンパン。ありがとうございます。